どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、アジということになりますね。琉球王国の歴史について見ていきましょうということです。アジですね、アジ。はい。で、アジというのは何かというのはですね、鎌倉時代ですね。鎌倉時代ぐらいに出てきた、まあ沖縄、まあ今まで言うところの沖縄に当たるところの、まあ地方豪族というので、まあアジと呼ばれる、地方豪族が出てきましたよということになります。よろしいでしょうか？だけです。はい。いや、この辺あんまないんですよ。授業やりようがないんで。そら、詳しく掘り下げればいいんですけど、その別に歴史オタクを目指したいわけではないんで。はい。ということで、アジ地方豪族ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。